はい、お待たせしました。チーム楽天 K ドリームスより松井光雄選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。いや、あの平塚、あのグランプリ以来とかですかね、走ってレースは。そうですね、そうですよね、ヤンググランプリ以来です。そうですよね、はい、はい、さあということで松井選手にもいろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、かっこいいね V を、まあ、梅川選手の時にも見させてもらったんですけど。そうですね、めちゃくちゃかっこいい、かっこいいめっちゃありますね。そうですね、はい、なんかすごくかっこいいです。はい、はい、どうですか近況、トレーニングとか手応えは。はい、はい、しっかり充実した環境で、うんうん、はい、毎日、うん、死ぬ気で、死ぬ気でトレーニングしてるんで、はい、仕上がってきてます。そうですか、はい、うん、最初どうですか、入った頃からもう成長してるなっていう感じありますか。そうですね、うん、まあ、体も一回り大きくなった実感もありますし、はい、タイムも伸びてるんで、はい、成長してると思います。うん、松井選手はこの種目にこう力を入れてるとかあるんですか。そうですね、はい、まあ、スプリント、競輪とか、あの、はい、競技あるんですけども、はい、やっぱり、まあ、自分の中では競輪で、まあ、一番結果が出てるんで、はいはい、まあ、競輪が一番力入っちゃってます、ね。うん、そうなんですね、はい、これやっぱりこう対戦相手がこう複数にいることでこうなんて言うんでしょうか、レースの流れとかがあってそこで戦うっていうのが合ってるというか。そうですね、はい、うん、まあ、公営競技の方の競輪も走らせていただいてるんで、はい、うん、まあ、そういうのも、まあ、競技の方の競輪でもしっかり生きてきてるんじゃないかなと思ってます。うん、レースはこう以前は結構競技の方はあんまり緊張しないって伺ったことあるんですけど、どう変わらずそうですか。そうですね、はい、まあ、公営競技の方は、はい、まあ、ラインもできて、はい、まあ、大体僕が先頭で風を切って走るんですけども、うん、はい、まあ、先行選手なんで、うん、まあ、後ろ迷惑かけるといけないんで、はい、まあ、自然とプレッシャーがかかってるんですけども、ピリッとするんですね、はい、うん、ピリッとして走っちゃうんですけど、はい、まあ、競技の方は、うん、まあ、一人で好きなように走れるんで、あ、のびのびと走ってるんで、はい、そんな緊張してないですね。そうなんですね、はい、そうか、普通の感じの競輪だとやっぱりなんて言うんでしょう、背負うものもそうですね、ありますもんね、はい、うん、はい、そうか。でも逆にこう、競技の方になるともう自分との戦い。そうですね、うん、はい、本当に自分との戦いです、うん、その中でこうわーってなっちゃったりしないんですか。こうパニックじゃないですけど、あ、どうしようとか。パニックなこともあるんですけども、はい、まあ、そんなパニックになっても、うん、まあ、またすぐ立て直して、立て直すというか、その最後、うん、結局最後には、うん、まあ、冷静に、うんうん、対処できているというか。あ、はい、そうですか、はい、うん、それは徐々にそう慣れてきたんですか。そうですね、やっぱり、うん、まあ、この公営競技の競輪と違って、うんうん、まあ、バンクも小さいんで、うんうん、その仕掛けるところとかも、はい、まあ、少ないんですけども、あ、はい、まあ、やっぱり経験を重ねるとちょっと、うん、はい、うん、ちょっと冷静に、はい、できる、対処できるようになりましたね、うん、そうですか。さあ、海外遠征もね、経験徐々にこう積まれてると思うんですけど、はい、どうですか、まあ、直近ですと、はい、フランスですかね、はい、はい、うん、いかがでしたか。そうですね、はい、フランス、世界戦ですよね、世界選手権、うん、はい、なんですかね、うん、そのあんまり、はい、外に出歩いたりしないんで。あ、そうか、うん、今この時期というのもありますしね、はい、うん、フランス街並みどうだったとか、うん、そういう思い出は全然ないんですね、はい、じゃあ次のオリンピックの時にはあれですね。そうですね、もうちょっと、うん、楽しめたらいいですね。楽しめたらいいですけど、はい、まあ、そういうわけにもいかないそうですね、はい、まあ、でも、この世界戦の期間はこうなんていうんですか、街並みをこう走れたりとかはしないんですか。まあ、走ったりはしたんですけども、はい、練習でという感じで、まあ、練習の一環で、はい、走ったぐらいで、はい、まあ、ちょっと街に出かけて買い物しようとか、うんうん、そういう、まあ、カフェしようとか、そういうのもあんまりなく、なかなかできないと、はい、食べ物はいかがでしたか。食べ物は、うん、味薄かったですか。味薄かったそれが意外で、まあ、塩とか、はい、なんか醤油とか、はい、
なんか焼き肉のタレとかぶっかけて食ったような、はい、そうなんですばっかりぶっかけて、はい、ぶっかけてましたね、はい、あ、意外ですね、そうなんですね、はい、うん、味的にはやっぱ日本食が合うと、やっぱり日本人なんで、あ、はい、そうか、でもそういうのもやっぱ期間が長ければ長いほど大事になってきますよね、そうですね、うん、まあ、海外遠征は、はい、まあ、そういうのを、うん、ちょっと備えて、ね、しっかり調味料はがっつり持ってきますね調味料を持っていくタイプ、はい、かけるやつです、はい、そうなんですね、はい、結構他の選手とかもそうなんですかね、そうですね、はい、まあ、うん、口に合わないものが、はいはい、まあ、あるとある人は、うん、まあ、炊飯器持ってったりとか、あ、はい、梅川選手も炊飯器持っていくって、はい、おっしゃってました、ね、はい、うん、結構そういう人多いですね、へえ、はい、そうなんですね、はい、あの期間、その滞在されてるときはこう誰かと同じお部屋なんですか、一人のお部屋なんですか、今回は世界選手権は山崎賢人と一緒の部屋で、そうでしたか、はい、なんかすごそうですね、楽しそうですね、まあ、はい、同級生、はい、あの年齢が同じなんで、そうかそうか、はい、もうお互い気を使わずに、はいはい、ラフに過ごしてリラックスして、はい、そういう時ってこうレースの話とかもするんですか、あ、もちろん、はい、します、そうですか、こう、はい、分析したりとか、そうですね、2人で、はい、映像を見ながら、はい、すごい、ちょっと語り合ったりとか、あ、そうなんですね、はい、うーん、さあ今は、うん、トレーニングとしてはかなり、ね、もう手応えもあるということなんですけど、今はこうどこを目標にというかされてるんですか、やっぱり、2年後のパリ五輪ピックに向けて、はい、うん、そこが大きな目標、はい、そこも目標なんで、うんうん、まあ、もうぼちぼちあの、はい、オリンピック向けてのポイント取りとかも始まってくるんで、うん、そうか、はい、そうなると本当にもういっそいっそ大事になってきますね、そうですね、いっそいっそ大事になってくるんで、うん、まあ、この日々の生活一日一日大切にしていかないとなって感じです、うんうんうん、そうですね、あとは競輪の方でも日本のね漢字の競輪の方でも、まあ、出走本数はちょっとねなかなか限られてくるとは思うんですけど、どういうレース見せたいですか、はい、はい、最近そんなにあの自分らしい、まあね、まあ、強気にいってるんですけども、うん、はい、なかなか結果につながってないんで、はい、競技の方でもしっかり成績出して、うん、まあ、公営競技の競輪の方でもしっかり結果を出していけたらなって感じです、うん、はい、さあお時間迫ってきたので最後にですねファンの皆様にメッセージお願いします、はい、パリオリンピックまでもうそんなに時間ないですけども、まあ、一日一日をしっかり大切に過ごして練習を死ぬ気で頑張ります、応援よろしくお願いします、はい、チーム楽天系ドリームスより松井幸雄選手でした、どうもありがとうございました、はい。